ポンドゥーワポポンドゥーワポポンいや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 好きな人シリーズに呼ばれてこうやってもう3年目さいつになったらいつになったら春ぐらいにやる年が来るのかな秋は忙しいのにみんな断れないのさ春や冬過ぎぐらいが一番いいんじゃねえかなぁ。うわぁ。11月2日土曜日。ひどいこれ。6センチ好きな人とやるライブシリーズ、ボリューム14。6センチはナチュラルレコードがお好き。やりますよ。今回は、3度目の正直ということで、はい、はい、僕たちドゥーワップブラザーズはどういったこの夜をお届けできるのかな。そうですね、まずドゥーワッドゥッドゥドゥーワッドゥッドゥドゥーワッドゥッドゥドゥーワッ人に振るのは得意だけれど自分でやるのは天気ダメなのさちょっと待って、それ悪かったよね。どっぷりツーマン、はい、うん、今年この2013年はどんな感じのライブになりますかね。またね、新しい曲を高原さんと一緒に作ったりしたいなと、うん、僕は思ってますけど。ああ、ぜひやりましょうよ。でもね、一緒にこれまで作ってきた曲、はい、今もちょっとかかってるかもしれませんが、はい、なかなかね、ポップでいい曲をこのミヤクと一緒に、はい、このね、1年に1度ぐらいの、そうですね、この、作ってきているので、今年もですね、うん、このしっかり、新しいこの合同バンド NRS の、新曲もですね、はい、ぜひこのご期待いただきたいなと思っております、うん、はい、それでは最後に、みやくんから一言いただきたいと思います。はい、今年もですね、高原さんとドゥこうして、作っていくことができてですね、非常に楽しみでございます。あれ歌わないの？いやいや、全然もう歌わなくても、歌たた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 た歌を歌うならばさ、リズムがあれば大丈夫、イエーイ、みんな11月2日手ぶらでやってこようぜ、やうぜ、ドゥワッドゥ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 ワッドゥドゥドゥ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 ドゥワッドゥドゥドゥワッ。悪い。